遠藤が見ていくじゃないですか、はい、当たってな流れすごいこう、ね、ずらすことによって、ね、あえて残れるわけですからね、豊昇龍は。敗れた遠藤も7勝7敗となってしまいました。明日千秋楽に勝ち越しをかけます。さて近づいてきました高安の取り組みはこの取り組みの次です、ではその前にご覧いただくのはこちらです。7勝6敗同士の対戦、阿炎と北勝富士の一番です。アビ。さて7勝6敗同士の対戦が組まれました。今場所は新関脇、まあ、本当にあの新関脇が今場所2人なんですよね。そうですね、阿炎と若隆景ですね、はい、まあ、両力士が大関の足掛かりのスタートになればいいなと、こう場所をね、私はお話ししてたんですけど、はい、若隆景の方は、まあ、もちろん優勝争いもしています、はい、そうですね、あの十分だと思うんですが、はい、この阿炎ですよね、これ勝たないと、ダメですね、明日勝っても9勝ですよね、でもまたね、大関のこうね、大関取りのスタートラインに立てますからね、勝ち越せば、はいはい、まあ、先場所は12勝を挙げたということを考えると、うん、ちょっとね、今場所は物足りなさを感じてしまいます、はい、今場所も乗ってるかなと思ったんですけどね、横綱いないので、まあ、横綱いてここ2場所ね、優勝争い絡んでましたからね、はい、はい、ちょっとあの押し切れない相撲といいますか、あの前に出る相撲というのが少なくなってますかね、阿炎は。やはり相手もね、分かっていることですからね、はい、調子良くなって帰ってきた阿炎の相撲をもうそろそろ覚えられる相撲なんでね、はい、はい、でも昨日もですね、前に出てこう引くようなことをしないですよね、はい、それがいいんじゃないですかね、阿炎にとっては次の場所につながる相撲を取ってると私は思って見ていますけども、はいはい、さてコメント欄には阿炎ちゃん頑張ってと、あ、今花道御嶽海の姿がありますね。御嶽海が西の花道姿を見せます。出てきました。今日は結び前で琴ノ若と取ります。3敗同士の対戦ですね。まだ優勝の可能性は残しています。新大関です。横綱のいない場所、まあ、新大関、それから新関脇が、そうですね、かなり今場所は頑張ってますね、さて何度もお伝えしていますが、高安今日初優勝の可能性がありますが、高安の取り組みはこの一番の後です。あ、こちらは御嶽海と対戦する琴ノ若です。3敗同士の対戦組まれています。いや、琴ノ若もでもこういう位置までもう来たんですね。そうですね、経験して強くなってきましたよね。ちょっとこのスピードに驚きですね。あ、そうですか。ついこの間幕内に上がってきたような気がするんですけど、やはり貴景勝とやったで一番貴景勝怒ってましたよね。張ってきましたもんね、うん、もう貴景勝が最後ね、花道ドバーンって叩いてましたよね。あの壁を叩いて、壁叩いてもよほど悔しかったんでしょうね、お兄ちゃん現役時代壁を叩いたことは、いや、あんまりないですね。極道山関が怒ったの見たことありますけどね。言えないですけど、解説来た時聞いておいてください。あの割と気は短い方だっていう話は聞いたことあります。すごいです、はい、次回お目にかかった時に確認しておきましょう。さて勝ち越しのかかった一番、新関脇の阿炎、勝ち越しを決められるか。過去の対戦は6対4で阿炎がリードしています。今日の相手北勝富士も手を出してきます。立ち合いです。合わせるのは木村玉次郎。手をついて、もろ手できました。北勝富士が出てくる、引いた、押し続けるのは阿炎が押す、まだ押す、倒れ込んで押し出し、北勝富士の勝ち。阿炎勝ち越しを決めることはできませんでした。勝ち越しを決めたのが北勝富士。勝ち越し、いや、押し切れませんでした阿炎。あ、そしてお兄ちゃん手が上がりました、はい、
はい、それではお兄ちゃん手が上がりましたんで、はい、ポイントはこのね、はい、北勝富士のね角度あたりの、はい、いつもは手出すじゃないですか、清野さん言ってましたよね、相撲取る前でも今日はね阿炎に諸手突きで起こされないように、はい、低く当たってるんですよ、これがポイントですね、手出さなかったですね、はい、だから常に阿炎に押されてもね、はい、残ることができたんですよね、うん、そうだったんですね、北勝富士はね前後の運動が強いんですよ、はいはい、だから横に変わられない限りは強いんですね、押されてもこれ引いてますけどね、はい、これ残ってますよね、はい、ここちょっと危なかったですね、はい、危ないんですけど、後ろ前は強いんですよ、なるほど、はい、でここで逆にね左からいなされて後ろに疲れてしまいますよね、はい、で強いでしょ後ろに、横はこうついていくのはちょっと脆い時があるんですけどね、はい、前後は大丈夫なんですね、この立ち合いです、立ち合いの角度が今日は 違ったんですね、この北勝富士の今日のポイントです、なるほど、はい、ありがとうございました、立ち合いの角度今日はあの最近は右手を出していくような立ち合いが多かったです、そうですね、今日は手を出さずに当たっていった北勝富士の立ち合いがポイントだというお話、これで白星を手に入れました北勝富士が勝ち越しを決めました、そして新関脇阿炎は勝ち越しを決めることができませんでした、7勝7敗で明日千秋楽を迎えます、微妙にね立ち合い変えてますよね、はい、こうそこを見てほしかったんでバーチャルしたんですけど、でも高安と正代の相撲なんで早くバーチャルをして、はい、お気遣いありがとうございます、ね、すいません。